どうもこんにちは、こんばんは、きなこと申します。ホワイトアルバム2パート23やっていきたいと思います。前回のパートはですね、文化祭とか学園祭当日になった、軽音楽同好会一行なんですけれども、最後にね、はるきくんが作った曲を24時間で完成させるぞっていう話に、まあ、なって、でその後、実際に本当に軽音楽の発表の当日になり、もう衣装合わせをしたところ、せつなちゃんがこう白いね、ふわっとした感じの可愛い衣装で、でかずさちゃんは黒いこうピタッとしたね、かっこいい衣装でめちゃくちゃ似合ってるよみたいなね、話をしたようなところまでやっていきました。では次進めていきたいと思います。ステージはやってんだろ、もう入っとこうぜ。付属のやつらの演奏聞いてもな、俺らの目的だって付属の子の歌だろうが。まただ。ああ北原、悪いんだけどうちの屋台バッテリーの調子がおかしくなっちゃってさ。知らん、俺は実行委員じゃない。今までだったらさ、ああそれはねみたいな感じだったのに、ね、もうこれでさっきからもう3組目の俺たちというか刹那目当ての大学生。ちかしの言ってたことは誇張でも何でもなく、間違いなくいつもよりも大学生で溢れてる。付属祭と違って大学祭ってのは参加することに意義があるわけじゃないのか。大学のさ、学祭とかってさ、大学行った人みんな何やった、なんかやりました。私なんか一応部活に入ってた時期は部活のなんかその出店みたいな、屋台みたいなやりましたけど、って感じだったよ。高校の時ほど楽しくはなかったね。本当に 1時間2時間とかのシフト制でこうただただなんか焼きそばかなんかを作ってみたいな、まあ、そんな感じで、それよりかはなんかそういうのやるよりかは普通に回る方が楽しいんじゃないかなって思ったりしました。ほら早く行かないといい席なくなっちゃうよ。なんで私が客席に、こんなはずじゃなかったのに。まだ行ってる、自業自得でしょ。だいたい学園祭のステージで目立とうってのはいいけど、あんたって歌上手かったっけ。あいつだってまともに歌えるわけないわよ。絶対客席で声上げて笑ってやるんだから。せいせいこましいな。だってひどいじゃない、私の作戦パクるなんて。しかもあのおぎそせつなが友以上の目立ちたがりだったから、今まで2年連続でナンバーワン取ってきたのかもね。もう早く早く。ひどい言われようだ。今のはどこかで見たような気もするけど、なんだか脳が思い出すことを拒否してるような。北原先輩すみません、ちょっと来てください。うちの調理係が指切っちゃって。だから俺は実行委員じゃないって。向こうに実行委員会のテントがあるからそっち行け。それはともかく大学生だけじゃなく、もちろん学園生も。こないだ私も包丁で指を切って、指を3針ぐらい縫ったんですけど、結構痛かったね。結構怪我したことよりも縫った時の方、縫う前の麻酔がめっちゃ痛くてさ。しかも男子だけじゃなく女子まで、俺たちの出番に合わせて体育館へと集まってる。どうなるんだ一体、どうなってしまうんだ。母さんほら早く。お弟くんじゃん。にぎわってるわね。とても付属の学園祭とは思えないわ。いいの、やっぱ俺もここにしようかな。何言ってるの高博、あなた全然成績足りてないじゃない。いやだって姉ちゃんに続いて俺まで私立だったらうち大変だろうなと思って。行けるならたとえ無理してでも行かせるわよ。だいたい都立にだってもっといいところはたくさん。ああ、あっちだあっち、体育館。姉ちゃんたち確か3時からだよな。ああ。挨拶するタイミングを逃した。っていうか本当に来たんだ、あの親子。お父さんは大学生だけじゃなく学園生だけでもなく、とうとう家族まで。いやでもなんか自分の娘っていうか子供がもう高校生でさ、一番最後の学園祭でさ歌うって言ったらさ、結構
来てくれるんじゃないのかな親って。どうなんだろう、わかんないけど。刹那の注目度はとどまるところを知らないな。ねえちょっと。だから俺は実行委員じゃ。体育館ってどちらかしら。ここ初めて来るものだから。こっちです、どうぞご案内しますから。いかん、一般人に当たるところだった。春樹くんもそんなところでブラブラしてないで。もう次の次か。ねえ、さっきからどんどん人増えてってない？立ち見が出始めてる。再結成して一月も経ってない同好会目当てに。笑えない状況だな。これ、全部刹那目当てなの？少なくとも春樹のギターを聴きに来た奴はいないだろう。トーマ目当ての奴らなら少しはいるみたいだけどな。そりゃまあまあ、そもそもだってギターが弾けるイメージがないんじゃないか、春樹くんは。同好会に入ってることすら知らない人もいそう、普通に。ああ、音楽か。相当嫌ってるらしいからな、お互い。笑い物にしたくてしょうがないんじゃないか。なんてネガティブな。目立てば目立つほど敵も増えるさ。そりゃ刹那ちゃんだって例外じゃない。外したら一気に叩かれるぞ。なんか実感こもってない、その言葉。男であんたに味方してくれるの春樹しかいないもんね。なんか女子から嫌われてる女の子みたいな構図だな。人のこと言えるのか、スパルタキャプテン。さ、そろそろあいつらのとこ行くか。刹那、またガチガチになってなきゃいいけど。下手なこと言って余計なプレッシャーかけるなよ。よっ、次だな。お前ら目当てで立ち見まで出てるぞ。いらんこと言うて。行ったそばからいきなり約束破ってどうするの。ちょっとは空気読めって。どれどれ。ああ、本当だ。春樹くん、春樹くん、すっごいお人。刹那が少しだけ舞台に上がり、幕の隙間から客席の様子を伝えてくる。このバックヤードすごいさ、私好きなんだけど、なんか特別感ないですか。なんかなんて、舞台も特別だけどさ、その舞台に出れる人しかこう入れない特別感みたいなのがバックヤードにはあると思うんですけど。だからさっきからそう言ってるだろ、大学からもかなり流れてきてたって。とはいえ俺もつい数分前に入ったばかりだから、客席のある意味惨状は十分に認識してた。あと刹那のお母さんと弟も探してみれば見つかるんじゃないかな。予想した通り、ほとんどが刹那目当ての、普段はライブとかにほとんど興味のなさそうな、いわゆる素人だった。その二人が一番嫌。家帰ったら絶対ボロボロに言うんだろ。二人ともカラオケで外しまくるのにさ。へえ、家族でもカラオケ行くことあるのか。みんなが1曲ずつ歌う間に5曲は歌うから、最近は一緒に来てくれないけどね。自業自得だ、自業自得。どうして歌うことに関しては謙虚になれないかな。仕方ないよ、だって私の方が上手いんだもん。たくさん歌ってもいいんじゃないかな。あれで、誰が空気読んでないって。寝不足でテンション上がってるんだろ。何しろ昨日から一睡もしてないんだから。寝てないのはトーマだって同じだろ。お前だけどうしてそんなに落ち着いてるんだ。とはいえテンション上がってハイになってるトーマなんてのは、出会って半年の間お目にかかったことないけどな。私は5歳の頃からコンクール出てた。毎年少なくとも3回は出てた。で、優勝できなかったのは2回くらいかな。まあ舞台慣れはしてるだろうな。でもなんかこう、こういうさ、盛り上がる系の舞台には慣れてなさそうだよね。そのコンクールとかさ、発表会、いわゆる発表会みたいなやつってさ、こう静かなところに入ってさ、自分でこう演奏してさ、その後バーって拍手が来るじゃん。でもなんかこういうさ、こうバンドとかのさ舞台ってさ、もう最初からうわーって盛り上がってるじゃん。なんかその感じはちょっと違うような気がするんだけど。いや、お前の自慢話が聞きたかったわけじゃないんだ。確かに十分自慢に値するエピソードだけど、というかやっぱりこいつ天才なんじゃないかって思うけど。じゃあそのベテランのトーマさんから私たちに一言アドバイスを。
刹那。舞台の袖から戻ってきた刹那がさっきのまま陽気に東馬に問いかける。はいであろうが落ち着いていなかろうが、もう昨日のような青ざめて震える弱々しい女の子はそこにはいなかった。今の刹那ならうっかりミスはあっても緊張で失敗することはありえないって信じられる。そんな強い瞳を俺たちに見せてくれる。じゃあ一言だけで、そんな強い光を受けても東馬の淡々として、それでいて不敵な面構えはやっぱり崩れるはずもなかった。二人ともなんて頼もしい。やっぱり失敗するとしたら俺だろうな。こんな準備不足でうまくやれるわけがない。これは全て同好会を一度は崩壊させた部長と、時間がないのにやっつけで再結成した北原の責任だ。うん、まあひえなんて正論。失敗するとしたらどころか、すでに俺が失敗していると言い切られてしまった。二人は音楽をバカにしてる。しかも北原に至っては本番前日になってさらに一曲増やすとか言ってるし、もはやこれは正気を疑うレベルだ。それは確かにな。ひどい話よね。ちょっと待て。東馬が曲を作ったのに、打ち込みだってやってたのに。で、今はみんなを鼓舞する時間じゃなかったのか。もう10分もしないうちに俺たちの出番なのに。じゃあ私も正気じゃないよね。それでも春樹くんのしたことが正しいって、そう信じてるんだから。え？というわけで、誰も正気じゃないから、まあなんとかなるんじゃないか。え？楽しくやろうね。そしてみんなをびっくりさせてあげようね。二人とも迷ったら私の音だけ聞け。なんとか導いてやるから。でもね、ラストナンバーだけは観客なんか気にせずに三人だけで盛り上がろう。だってこれ私たちだけの歌なんだもん。私はそれで構わないけど、北原は？刹那、東馬。とうとう前のチームの演奏が終わった。あと10分もしないうちに俺たちは目の前の舞台から満員の観客に向かって音を発信する。もう逃げ場はない。そして今さらおさらいなんかできない。じゃあ行こうか。東馬さん、春樹くん、私のせいで超満員になっちゃってごめんね。その時々傲慢になるところが本当に苦手だ。ほら行くぞ北原。いいね。なんかこういう傲慢さは私嫌いじゃないですね、全然。まあ、可愛い女の子が好きって言ったんですけど、ちょっとこうなんて言うんだろう、傲慢っていうかね、自信過剰っていうか、なんていうのかな、自分が可愛いって認識してるぐらいの女の子の方がね、私はね好きなんですけどね。ああ、二人とも俺がソロ外しても笑うなよ。笑うに決まってるよ。指さして笑ってやる、お前ら。でも、もうやり残したことなんかない。限られた時間の中で練習して徹夜して曲作って喧嘩して仲直りして風邪ひいて看病しておじけづいて克服して、そして今日を迎えた。友情なのかそれ以外なのかわからないけど、三人の間に強い絆だって育んだはずだ。だから俺たちは力強い足取りで今までのたった2週間を今からのたった十数分にぶつける。なんだよあの子たち、あそこまで春樹を信じられるってどうかしてんじゃないのか。タケヤには一生かかっても作れない関係だよね。女の子と男としてしか向き合えないから。うるせえよ。でもさ、あんなにどうしようもなくなっちゃったらこれからが辛いよね、あの三人。さあ始まりますね。
初めてこれ春樹くんのちっちゃいけど春樹くんのあれが見えてんじゃない？あ、またあれだ。ごめんね、ちょっと多分読み上げるあれが時間が微妙に無理だわ。舞台の中央、きっとここにいる 99% の人たちの視線を集めてる俺たちの看板ボーカリスト。いきなり掴んだ、マジかよ。聞いたことあるような気がするんだけど、何だったかしらね。いつも姉ちゃんがカラオケで歌ってた曲だろ。そんくらい覚えてろよ。絶対に受けるって。知らないぞ私は。なんだろう。聞け、トーマ。やりゃいいんだろ、やりゃ。おお、すごい。ちょっとちょっとちょっと、一体何なのあの人。ハルキがさ、サックスが入るパートだけキーボードの音を入れといてくれって。最初何言ってんだか理解できなかったけど。元音楽家のピアノ専攻なんでしょ。注意とうまくいかなくてやめたらしいけどな。そりゃいかないって。同業であんな人がいたらやってらんないよ。ほら見ろ、大受け。なんだかな。滑稽だな、あのトーマがこんな曲弾きを。音楽舐めてる。天才だとか金の卵だとかチヤホヤされて行き着いたのはこれかよ。全く失望だ。お前トーマに期待してたの？一番嫌ってたような気がしたけど。こんな茶番これ以上見てられるか。俺のライバルはここにはいなくなった。いるのは曲芸を見せて越にいるピエロだけだ。お前トーマに相手にされてたっけ？どのコンクールでも勝てた試しがなかったような。お前さっきからうるさいな。けどさ、これってあいつらの作戦勝ちじゃね？何が？だってさ、どうなのよこれ。相手にしてるのは素人のお客さんですからっていうことですよね。うわー、いいなー、いいなー。なんかすごい羨ましくなってきたな。やったね。ああ、もうどうでもいいや。最後にひときわ大きな拍手が流れると、俺たちはアイコンタクトで互いの健闘を称え合った。
約1名の投げやりな反応を除いて。刹那、大丈夫か？なんとかやってみる。見守っててね。そして拍手が小さくなるにつれ、次から次へと新しい試練がやってくる。つまり MC。 骨は拾うから。骨になる前に見とってほしいな。打ち合わせも何もなく、やるかやらないかすら決めてなかった。しかしまあ、今ここにいる観客の誰もが刹那の生の声を待ち望んでいるのは反応から分かってしまっていたから。こんにちは、軽音楽同好会です。おととい観客のいない舞台で声も出なかった刹那が満員の人たちに向かって語りかける。今日は北条大附属学園祭にようこそ。皆さん楽しんでますか？喋ること考えてなかったので、ちょっとぎこちなくなると思いますが、ごめんなさい。正直こんなにたくさんの人に来てもらえてびっくりしています。こんなことならユニット名考えておけばよかった。それで今の曲ですが、一応知らない方のために紹介しておきますね。ホワイトアルバムといって、今から10年前くらいかな、森川由紀さんのデビュー曲です。ちょっと古めの曲ですけど、当時結構流行ってて冬の定番曲になってたから知ってる人たくさんいますよね。綺麗だけど静かな曲なので皆さん乗れないかなと思いましたけど、そんなことなかったですね。よかった。本当は最初にこの曲を持ってくるのって結構勇気がいったんですよ。古い曲だし、外したらあとずっと静まっちゃいそうで。でもメンバーがみんなこの曲好きだったし、何より私が大好きだったので、どうしてもってことでこれにしました。さて曲の紹介も済んだことだし、ここでメンバーの紹介に移らさせてもらいますね。まずはそうですね、私から。3年 A 組小木曽刹那、ボーカルです。こういうところに立って歌うの本当生まれて初めてなので、すごく緊張してました。でも皆さんのすごい声に後押しされて、普段の実力以上の力が出せてると思います。本当にありがとうございます。あと例の投票も明日が締め切りなので、よろしくお願いします。自分で宣伝するなんて考えられなかったよね。なんかやられた。余裕あるじゃん刹那。許せない。何あの女、こんなところで選挙活動。絶対に許さない。小木曽刹那ギャグじゃん。続きまして、3年 E 組北原春樹くん、ギターです。北原くんは学園祭実行委員とかクラス委員とかいろいろなお仕事を兼任してるので、お世話になった方も多いと思います。嘘、何あれ、春樹じゃないだろ。あいつあんなに弾けたっけ。コーチが優秀だとってやつじゃない。竹谷ではどこが劣るってんだよ。性別とか春樹の好みとか。普段と同様、いつも私たちメンバーを陰日向から支えてくれる、とても頼りがいのある人です。ちょ、相変わらず時と場所をわきまえない。というかここはさすがにわきまえなさすぎてないか。次の曲で彼のソロパートがあるので、失敗したら笑ってあげてください。ちょー、刹那って結構調子に乗るタイプなんじゃ。そして最後、3年 E 組東間和沙さん。東間さんに関しては皆さんいきなり驚かされたんじゃないですか。よし、次行ってみよう。次、あくまでもやる気なのな。私たちのユニットに参加してくれたのが
不思議なくらい実力がずば抜けてて、何度助けられたかもう数えきれません。今さら後に引けるか。なら絶対ついてこいよ。そんな彼女が担当するのはキーボードとサックスと、お、それからベース。お、すげえ、マジで何でも弾けるな。ね、サウンドオブデスティニーはベース外してキーボード入れろって。なんて嫌味な天才。考えついたのはハルキだよ。トーマはあまり乗り気じゃなかったらしい。それでも簡単にやっちゃうところが思いっきり嫌味なんだけどな。でもやっぱかっこいいな、あの子。そればっかりは認めざるを得ない。あれで性格さえ普通ならお前と人気を二分しただろうな、下級生の女の子たち。やかましい。女の子にモテるタイプだよね。ホワイトアルバムが成功したのが大きかった。なんかホワイトアルバムの曲、このゲームの曲を歌ってほしいって私にもリクエストが来てましたが、そう、学園祭っていうかね、このゲームの中に曲が出てきたら覚えるねっていう話をしてたんだけど、この曲はホワイトアルバム1っていうか、それの曲らしいですね。これゲーム自体はホワイトアルバム2なんで。ハルキくん大丈夫なんだろうか、ソロパート。本当に弟子のことを信用してないのか、それともバカな弟子ほど可愛いの法則なのか。けれど誰が泣いても笑ってももうすぐだ。あ、細かい、ちゃんとギターじゃない、ベース弾いてる感じになってる。トーマさんが、カズサちゃんが、この衣装を着るのすごいよなって、でも今更ながらまた思うという。二人の方が緊張してる。二人して一斉に俺の方を見るな。なんか刹那の様子変じゃない。タキヤ、外すな外すな外すなよ、頼む、もうちょい。ハルキのソロなのに本人以外がみんなガチガチになってどうすんのよ。すごいね。会場の大歓声に包まれながら、俺は胸の奥から大きく息を吐き出した。奇跡のノーミス。まだ最後の曲が残ってはいるけど、とにかく一つの山は完全に越えてみせた。だけどベースはもう放心状態。自分は全然適当に弾いてたくせに。
ボーカルはすでに感極まって泣きそうになってる。というか今は俺の方ばっかり見てないで、観客の声援に応えてほしい。ねえ高博、これもどこかで聞いたことなかった？高博ってば。うるさいな母さん、黙ってろって。何よ、周りの方がよっぽどうるさいじゃない。ギター始めようかな。いいわよ、自分でアルバイトして買うならね。道は険しっか。でもどんぐらいあったらいいんだろうね、初心者用のギターって何万ぐらいなんだろう。安いギターとかって全然すごい安くね、数万円からありますけど、まあでも楽器、弦楽器、ギターとかって大体10万円ぐらいあったら初心者としてはできるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、そのぐらいだったら学生のバイトでもちょっと数ヶ月頑張ったら買えなくはないかなって気はしますね。気づいた人は少なかったと思うけど、2曲目に関しては全体的に見て練習の時よりも完成度が低かった。特に俺のソロパートの直前、しかも俺じゃなくてトーマのベースとセツナのボーカル、2人とも視線が泳いでたり適当だったり声詰まらせたりして、じっくり聞いてみれば結構ひどいものになってるはずだ。蓋を開けたら俺だけが頑張ってた。そんな全く想像もしてなかったオチが待っていた。なのに今の二人の嬉しそうな表情はどうだろう、何の悔いもなさそうな走りっぷりは何なんだろう。俺が弾けたことがそんなに意外か、自分たちのミスなんかまるっきり気にならないくらい。こいつらはどこまで俺のことを信用してなかったんだろう、どこまで俺のことを深く心配してくれてるんだろう、なんて今は俺まで感傷に浸ってる場合じゃない。次が最後の曲です。全てを出し尽くして放心状態の俺の方に何かがコツンと当たった。振り向くと目の前に小さな拳、その先にいたずらっぽい笑顔を浮かべたトーマ。この曲は多分皆さん知らないんじゃないかと思います。北原にしては頑張ったんじゃない。そんな思いやりがあるんだかないんだか、褒めてるんだか投げやりなんだかわからない、サバサバとしたでも心からの笑顔。多分も何もないですね、昨日完成したばかりの私たちのオリジナルです。けどやっぱりそんな笑顔も一瞬だけ。反応に困ってる俺をさっさと置き去りにして5分ぶりに定位置のキーボードへと戻る。1日しか練習してないのでうまくできるかどうか分かりませんけど、さっきまで端が上がっていた唇は舞一文字に結ばれて、いつもの凛々しいトーマ勝さが出来上がる。その凛とした表情が俺に言葉以外で告げてくる。最後の最後まで心の底から楽しんで歌います。皆さん聞いてください。さあラストスパートだ。タイトルは弾くか。はい、タイトルは何なのか教えてくれという感じなんですけど、今回ちょっと長くなってしまいましたが、このあたりで終わっておこうと思います。まあ無事舞台は終わったっていう感じですかね。見てくれた方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等いただけると嬉しく思います。ではまた次回のパートでお会いしましょう。バイバーイ。